猫一さんが選ぶ旅行に常備したい市販薬ベスト3。他に必要なものなんだろう。ああ、そうだ、トランプも持ってこう。どこしまったかな。ん、飼い主さん何してるんだろう。にゃ、うん、なんでそんなとこいるの。この程よい狭さのスーツケースを見ると入らずにはいられないのにゃ。飼い主さん、猫一さんのベッド作ってた？違うにゃ、これは修学旅行の準備中だにゃ。修学旅行？学校のお友達と遠くにお出かけしに行くことにゃ。お出かけ？飼い主さんと一緒にお出かけできる？学校のみんなで行くお出かけだから無理にゃ。犬くんはお留守番にゃ。お留守番、僕の苦手な言葉です。犬くん、元気出すにゃ。ああ、そういえば、この間お父さんが今度家族みんなでキャンプに行こうって言ってた気が。しんにゃくもんにゃくもん。本当？だから、旅行に必要なあの情報、一緒にチェックするにゃ。あの情報？そうにゃ、題して猫一さんが選ぶ旅行に常備したい市販薬ベスト3。秋の行楽シーズン、今年は僕たちも旅行に行きたい。でも予期せぬトラブルがあると料理も景色もアトラクションも楽しめなくなっちゃうかも。そんなことにならないためにも、旅行の時に持って行きたい便利な市販薬をランキング形式で教えるにゃ。第3位、喉の薬、喉飴。飛行機や新幹線に乗った時や宿泊先で空気の乾燥が気になるって人も多いんじゃないかにゃ。またいつもよりたくさんおしゃべりをすることで喉を酷使しちゃうなんてことも。そんな時、猫一さん的おすすめはドロップタイプの喉のお薬。ポーチやバッグに入れて持ち歩けば、気になる時にお水がなくてもすぐ服用できるにゃ。ちなみに 35% の人が旅行に持って行ったことがあると答えたそうにゃ。どうやって調べたの。猫一さんネットワークだにゃ。続いて第2位、胃腸薬、整腸薬。こちらは 40% の人が旅行に持っていくと答えたそうにゃ。旅先での楽しみの一つがグルメ、ビュッフェや食べ歩きなど、ついついいつもより食べ過ぎてしまうこともあるんじゃないかにゃ。また普段食べないものを食べたり、水が合わなかったりなんてことも。お腹の調子が心配であれば、整腸作用もあって胃と腸の両方に効く胃腸薬を。お腹を壊す心配があれば下痢止めを持っていくのがおすすめにゃん。これでいくらでも食べられるね。もちろん、うん、暴飲暴食はダメにゃん。続いて第1位の前に番外編。ランキングには入らなかったけど持っていきたいお薬。子供にも多い乗り物酔い、バスや長時間のドライブでの移動が心配という人は忘れず持っていくにゃん。皮膚が弱い場合やアレルギーの出やすい人は、普段使っているアレルギーの薬があれば持っていくといいにゃ。また行き先がキャンプ場などの場合は虫刺され対策も忘れずににゃ。そして同じくアウトドアの際持っていきたいのが傷薬や湿布など。アスレチックや登山など動き回る予定がある場合は持っていればいざという時も対応できるにゃ。また絆創膏なんかは擦り傷や靴擦れなどちょっとした旅行でも持っていたいにゃ。旅はお家に歩いて帰るまでが旅だもんね。そして旅行に常備したい市販薬第1位、解熱鎮痛薬、痛み止め。こちらは 55% の人が旅行の際持っていった経験があり、特に20代から40代の女性では6割以上の方が持っていったことがあると答えたそうにゃ。楽しい旅なのに痛いことあるの？女性だと生理痛が心配な人が多いみたいやけど、他にも山登りや飛行機なんかの気圧の変化で治療中の歯が急に痛たたたなんてこと。
気をつけたいのは頭痛。日頃から頭痛持ちの人はもちろん、重い荷物を持った長距離の移動や車の運転なんかで肩こりから頭痛になるなんてこともあるそうにゃ。予期せぬ痛みに備えておくのがいいにゃ。というわけで、旅行に常備したい市販薬ベスト3はこちらにゃ。他にも病院でもらっているお薬がある人はお忘れにゃく。あと薬は体質や持病により使用できないことがあるにゃ。普段から使っている薬との相性もあるから、周りの人からもらったりあげたりするのではなく、自分で準備しておくことが大切にゃ。なるほど、準備大事。あれどこだろう。お母さん、パジャマいつものとこに入ってなかったんだけどさ。飼い主さん、準備に大慌てにゃん。準備お手伝いする。でも何持ってくのか僕たち知らないにゃ。あ、でも持って行ってほしいもの一つ知ってる。あ、そうにゃ。連れて行くのは無理でも持ち物にゃら。パジャマとトランプと、あれ、僕たちぬいぐるみです。だから持っていけるよね。ダメです。